香りが出てきた。どこにあったの？なんとパーカーのポッケに入ってたのです。えへへ、よかった、私たちの友情守ってくれたのかな、このお守りが。そうかもね。えへへ、ここで遊んでたっけ。ね、ちょっと寄ってみない？いいな、せっかくだしちょっと一息ついていこう。懐かしいね、私たちが遊んでた頃とあんまり変わってない。本当だね、なんかこうして変わらないままあるのって嬉しいな。変わらないか、私は変わらない。変えたくないものが多すぎて、いつの間にか変わることが怖くなってた。だから将来のことからも、みんなとぶつかることからも逃げていた。何もかも今のままでいたい、そう思ってた。でも喧嘩してぶつかって、あれがあったからこそ本当の意味でみんなのことを信頼できるようになったと思う。今日の演奏はいつも以上にみんなとの一体感を感じた。ランの気持ちもめちゃくちゃ伝わってきたよ。私もいつもよりももっと音からみんなのことを感じることができて、すごくすごく楽しかった。私たちは変われた。今日新しいアフターグローが生まれた。新生アフターグロー誕生だね。アフターグローは私たちが変わらないことの証であり、変われることの証。これからも大切にしていこう。なんか難しいけど頑張るよ。まあこれからもよろしくってことだな。うん、これからもずっとずっとよろしく。さて、新生アフターグロー、これからはどうする？目標とか決めてみるか。目標か、新曲を作るぞとか。もっとエモいのがいいよ。例えば、思いつかない。目標なんだろう。あの何か思いついた？目指せ武道館とかどうかな。すぐ今目標の話してる？え？うん、そうだよ。あれなんか変なこと言っちゃったかな。やっぱりバンドって言ったら武道館っていうか、そういうイメージが。すぐスケール大きすぎ。でもいいんじゃない？武道館か。いいんじゃないか。うん、エモいね。こういう言い出しっぺって大体つぐみだよね。え、そうかな。そうだよ、バンドを組もうって言ってくれたのも、ガルジャムに出ようってみんなを後押ししたのも、今のも全部つぐみ。何かの始まりにはいつもつぐみがいる。確かに。私はそんなつもりなかったんだけど。つぐがいる限り、あたしらのバンドはどんどん前に進んでいけるな。なんか私、アフターグローに無限の可能性を感じてきた。やるぞー。わー、ひーちゃんの謎のやる気満々キャラ出たよ。これは来るよ。
だよね。よし、頑張るぞ。えい、えい、おー。あー、さすがに今回は全員言うと思ったのに。みんな変わるんじゃなかったの？ここはいつも通りでいいと思います。Ha ha ha!